ひなの吊るし飾りとは、江戸時代後期から伝わる伊豆稲取地方の風習、吊るし、飾りのこと。長女の初節句に、無病息災、両縁を祈願して、ひな壇の両脇に細工を吊るすもの。過去においては、庶民のひな壇代わりでもあった。伊豆稲取では、もともとは、吊るしと呼ばれ特に名称はなかった。吊るし飾りは、子供が成長し7歳、成人。 嫁入りといった節目を迎えると、新年のどんどん焼きに炊き上げてしまうため、古いものはあまり残っていない。平成5年頃より、稲取の婦人会の手芸講座にて吊るし制作を通じて見直され、ひなの吊るし、飾りの名称を付けられた。吊るしの漢字表記、吊るしは、縁起物には不適当なため推奨されない。平成10年、稲取温泉旅館共同組合が中心となり、 観光の目玉として、ひなの吊るし飾り祭りが開催されたが、それ以後から類似した吊るしひなイベントが開催されたり、外部の制作者、セック店、手芸店などによる類似業の吊るし飾りが流通したりするなどの問題が発生。これに対して、東伊豆商工会は、稲取桃の会を設立。また、 絹の貝と共に加盟店による伊豆稲取の品質基準を満たした吊るし飾りの製作、購入を推奨している。現代では、桃、猿っ子、三角を基本として50種の細工がある。これらを5列の赤糸に各11個の細工を吊るし、計55個に揃え、これをタイで製作することにより110の細工が吊るされたものが基本型とされる。一般に、 直径3 0トルの下げ輪に1 7 0トルの長さで吊るされ、飾りの数は3、5、7、9などの奇数で組み上げられる。この理由は、前述したように縁起物であるため、割り切れる数字を避けてのことである。小切れなどを使い、マリやひななどを製作し紐で繋いで吊るしていく、地元女性の和裁細工として受け継がれてきた。ありがとうございます。